はい、じゃあ始めていきます。どうも皆さんおはようございます。イエーイ。もうセッションが始まる前から皆さんリハーサルバッチリだと思うんですがね、もう今日は喋ったり声出したり身振り手振りつけたり表情豊かにしてもいい場なので、どんどん楽しんでいきましょうということで、初参加者同士が知り合いになり、デイワンからワクワク3倍ロケットスタートが切れるセッションにお集まりいただきありがとうございます。イエイエイ。もうこんなにね、知り合いが欲しいって人が集まってて、もうこんな、なんか勇気湧くことないですよね。なのでみんな知り合いになって帰りましょう。セッションの目的ゴールについてですが、まあ、今ね、初参加もしくは知り合いがいないなってちょっと思ってらっしゃるんだけど、知り合いが欲しい方だったが試合になって帰ってもらうというのが目的でございます。なのでこのセッション20分なんですけど、20分後には最低でも3人仲間ができていて、で RSGT を楽しむ準備ができる状態になっている、最高に楽しいセッションです。で、もう時間がね、皆さんに話す、私よりも皆さんが話す時間を作りたいので、どんどん進めていくんですけど、こんな流れでやっていきます。で最初皆さんにグループを作っていただいて、で自己紹介したら、もう今日どうやって過ごすかを皆さんでちょっと計画を立てて、この人のセッション見てみたいんだよねとか、自分こんなことに興味あるんだけど、どのセッションに見ればいいか悩んでますとか、そういったことを共有していただいて、その集まった3人で今日のプランニングをしてください。で、クロージングします。というわけで、まだ配ってないですよね。はい、はい、じゃあこれからそのさっきちょっと作り足してた、ものを皆さんにお配りしますので、どんな感じに配られるのか、落とすなよそこ落とすな、みんな大事なやつそれはい、ということでちょっと配ってみてくださいで、配られた紙の番号と同じテーブルにってなってるんですけど、1番の人とか5番の人ってこう見せると、言わなくても何番か分かると思うので、こうさっきね、隣の方を見てにっこりされたと思うんですが、3番の人誰かなみたいな感じすると、あ、自分の3番ですってこう寄ってきてくれると思うので、そんな感じで、配ってみてください。じゃあ、はい、時間をどんどん巻いていきたいので、皆さんに喋る時間を作るために、皆さんご起立いただいて、配られた方から集まってみてください。よろしくお願いします。うさぎ姿でカメラに撮られるってなんか複雑だなカード足りない人は、足りない人同士で集まってもいいかもしれないはい、カードが足りてない、はい、で、集まったら、あれですね、真ん中だとちょっと今のご時世も密的な話があるので、ちょっと広いところ、声を出しても安心な場所に、おのおのの意思で動いていただいて、で、集まった人たちから、今、スライドに自己紹介をしようというスライドを出しています。時間の目安なんですけれども、こんなネタを、使いながら、皆さんで自己紹介をしてみてください。だいたい13時9分ぐらいになったら、お声掛けするので、どんどん自己紹介始めちゃってください。よろしくお願いします。すごい、たくさんいる。安田さんも参加すればいいじゃないですか はい、自己紹介何喋ろうかと困ったら、前を見るとネタがあります。お正月何してたとか、割とナウイ話題で使えると思います。
あと1分ぐらいで自己紹介タイムを終えようと思うので、もしもできてない人がいたらしてください。はい、ありがとうございます。では、そのまま話していただくので構わないので、これからやっていただきたいことは、今お手元にあるその紙で、今日セッション3つぐらいこんなの見たいなっていうのを皆さんで、設定してください。で、それをプランニングに基づいて動いてもいいし、まあ、違う動きをしたくなったらそれぞれアジャイルな感じでいいと思うんですけど、まあ、その結果をこう持ってきてもらうと、最終的に皆さん試合できましたねっていうのと、あと大事なことがあるんですけど、私たちとも知り合いになってくださいということで、回り終わったらぜひスポンサーブースそこにあるのに戻ってきてほしいので、その今日の計画を立てていただいて、それが終わったら戻ってきてくださいというのがこのセッションのゴールになりますということで、今日見たいセッションを見てくだ話してみてくださいというのと、あとはちらちらっとこれ今見えてますかね、今日のセッション見れる人はぜひお手元のスマートフォンとかで見ていただいてと思うんですが、ここら辺にあるよっていう話と、プラスアルファクリエーションラインの人と相談したいよっていうのも全然 OK なので、こんなセッション見たいんだけどってあったら、このうさ耳の人たちに声も
私たちが歩き回るので声をかけてくださいってことでプランニングお願いします。やることをもうちょっとあの何でしたっけスライドとかに。スライド？ああそっかこっちね。そう。あ。青丸のところに自分があの行きたいなっていうセッションを書いてってもらうっていう感じになります。はい、皆さん話して自分はあのプロダクトオーナーのセッションを聞きたいからこれやろうかなっていうのを青丸のところに書いていただければと思います。ありがとうございます。1枚忘れてました。あ、そうですね。もう一個あの個別に設定していただいてもチームの人で同じルートを設定していただいてもそれはどっちも OK です。ありがとうございます。時間的にあと3分ぐらいで一旦終わるんですけど。
まあ、もしかよかったらデイ2とかに飛び越えてセッション見たいよって人はデイ2も探しちゃって大丈夫ですよ。あと1分でクロージングをするので、はい、縁も竹縄ではございますが、スポンサーセッションという仕組みの都合上、時間内に終わらせなければなりませんので、クロージングに移らせていただきたいと思います。いやけど本当にこんなたくさんの方が集まってくださって、でこんなに私の話をしていても、全然話を続けるぐらいの知り合いがもうできたということで、もう皆さんの RSGT 楽しむぞというのは、もう勝ち確ですね。はい、ということで、耳だけ傾けていただければ幸いなのでございますが、このセッション後の流れとしては、まあ、皆さんもしくは1人で見たいセッション参加していただいて、でグループメンバー今集まった人たちでぜひまた今日どっかの時間で集合しようぜって声かけていただいて、集まって共有して、で最後クリエーションラインブースで、ご当地私たち札幌と、栃木と静岡から来ているんですけれども、その人たちがお土産買ってきたので、あの先着順になっちゃうんですけれども、こんなプレゼントもございますので、よかったら来てくださいというのと、そして私たちも知り合いになって帰ってくださいということで、知り合いになった同士デイワンからワクワク3倍、ロケットスタート切りましょうということで、皆さんありがとうございました。いや本当ありがとうございました。すごい、めっちゃいいセッションになった。
特に皆さん初めて参加された方で、なんかこの人と話してみたいなって思うんだけど、なんかこう声かけづらいなとか、そういう方はぜひこううさ耳をつけた私たちをこう誘ってですね、あの人に声かけてみたいんですけどとかって言ってくれたら、ぜひ一緒に声かけに行きたいと思いますので、お気軽にきっかけとして使ってもらえればと思います。そうするか、 あの本の人はとか、そう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 、このセッションの人はとか、この会場にはなんかあの本の翻訳者のあの人がみたいな人が結構いるんですけど、なんかこう有名な人すぎて話しかけづらいなみたいなのがあっても、まあ私たち一緒に行って声をかけたりとかできるので、まあそういう憧れの人にこう話してみたいみたいなのがあったら、ぜひ一緒に声をかけに行きましょう。ぜひぜひお願いします。じゃあ皆さん楽しんでください。